タケノコの表面にちょっと絡めて。皆さんこんにちは、チャッキーでーす。はい、今回はですね、リーズナブルで使い勝手抜群のアク抜き、下茹でされた真空パック保存されているタケノコを使ってめちゃくちゃ美味しい一品を紹介させていただきます。やっぱりね、このパックの水煮タケノコ、独特の臭みや酸味があって苦手っていう方も多いんですが、きっちりと下ごしらえすればもうそんなことなくむちゃくちゃ美味しく仕上がるんで、この下処理方法を紹介しながらね、本当に美味しいタケノコのバター醤油焼きを作ったんでね、マジで作ってみてください。ご飯のおかずにも抜群ですしね、お酒との相性も最高。ほんとね、一手間加えた下ごしらえをするだけでマジで美味しくなるんで、水煮のパックタケノコもおすすめです。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちらもうアク抜き、下茹でされた真空パック保存のタケノコ1パック。結構独特のね、酸味なんかが出たりして苦手っていう方も多いんですが、しっかり下処理すれば本当美味しく食べれますんで、使い勝手抜群で安いんでね、おすすめ。はい、こちら味付けの調味料、濃い口醤油大さじ2杯、みりん大さじ2杯。この醤油とみりん1対1で用意してください。そしてバター 10g、 まあ大体で OK です。やっぱね、水煮のタケノコ、こちらね、タケノコの風味などがちょっとね弱くなってるんで、バターを使ってね美味しい風味をプラスしていきます。材料は以上でーす。はい、こちら水煮のタケノコ、まずは切り分けていきます。この根元の太いところは、そうですね、7、8ミリぐらい、気持ち分厚めの輪切りにしてください。はい、これぐらいがいいかな、ドンとね。そしてこの頭の方はね、柔らかいので、まあ3等分か4等分こんな感じで、こちらも気持ち厚めにスライス。はい、頭の方はねこれで OK です。そしてこの根元の方、やっぱ繊維質が強く噛み切りにくいので、はい、裏と思って両面に浅くで構いませんので、格子状の切り込みを入れてください。こうしておくことで食べるときね、噛み切りやすくなりますし、これから味付けするんですけど、味も馴染みやすくなりますんで、こんな感じでね、軽く切り込みを両面に入れちゃってください。はい、ポンポンポンポーンと。はい、 OK。 はい、タケノコ切り分けましたら、このね、なんか独特の酸味なんかが出てることがあるので、まずはしっかりと茹で上げていきます。はい、たっぷりのお湯を沸かしてください。そこに切り分けておいたタケノコ入れます。そうですね、表面が軽くポコポコポコっと煮立つ程度ぐらいの火力を保っていただいて、約5分間茹で上げてください。そうすることで、この真空パックタケノコのね、中に含まれているちょっと酸味のある水分が抜けますので、まずはじっくりと茹で上げちゃいます。はい、こちら5分ほど茹でたら、なんかね、水煮タケノコって白いもろもろがね浮き出てたりするんですが、そちらも綺麗に取り除けます。まあ残ってても問題ありません。そしたらザルなどにね、一気に湯切りして水気を切ってください。はい、こちら今ザルにね一気に湯切りして水分を切った状態。そしたらこのタケノコね、まだ熱々なんですけど、少し重ならないように広げて、このまんま 2,3 分置いといてください。そうすると熱々なんでね、タケノコのこの余分な水分が蒸発して、クッとね歯ごたえのいい状態に仕上がりますんで、そしてこのね余分な水分飛ばすことで変な酸味なんかも抜けちゃいます。はい、こちら 2,3 分放置して水分を飛ばしたら、このままボウルの方にね入れてください。まだ全然熱いですよ。そして味付けしていきます。はい、お醤油、みりんですね。この熱いところへ調味料を混ぜると結構染みやすくなるので、はい、ちょっとね適当にくる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 と、このタレを表面に絡める感じで10分ほど漬け込んじゃってください。時々ね位置を入れ替える感じで表面に絡めながらで OK です。だいたい10分ぐらい漬け込んで味をなじませます。
下味をつけておくのが大事です。よっと。はいよ、次はフライパンを用意して薄く油をなじませて弱火で温めてください。そしたらね、こちら下味つけといたタケノコを、はい、並べて入れていきます。もう火力は弱火でじっくりとね、裏表を返しながら香ばしい焼き色をつけつつ焼いていくだけ。もうたったそれだけよ。はい、そしてちょっとボウルに残ってるタレはハケなどで表面に塗りながらね、ゆっくりと焼き上げていきます。まあまずは弱火で1分ぐらいね、動かさずに焼いちゃってください。あのお醤油とみりんを絡めてあるんで焦げやすいので、ほんと火力だけ注意してください。はい、だいたい1分ぐらい焼いたら裏と表を返す。ほんとね、焦げやすい状態なのでこまめにコロ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 返しながらね、香ばしい焼き色を表面につけていってください。はい、ここでねひっくり返したら、この余ってるタレちょっと表面にポンポーンと塗っといてください。これでね、この水煮タケノコもしっかり味がつくんで、よいしょー。はい、また再び動かさずに焼く。はいよー、こんなもんですね。裏表をこまめに返しながら全体的に香ばしい焼き色をつける。こうすることによってパックの水煮タケノコ独特のね、変な臭みが消えちゃいます。この香ばしく焼き上げるのがポイント。見て、美味しそう。いい感じに全体的に焼けたら火を止めてください。はい、最後仕上げですね。火を止めたところへバターを入れます。もうあとは鍋の余熱だけで OK です。はい、バターを余熱で溶かしながらタケノコの表面にちょっと絡めて風味付け。このね、タケノコの弱まった風味にバターの風味をプラスする。これでね、水煮のタケノコでもほんと美味しくなるんで。はい、いい感じに広げながら絡めちゃってください。もうささっとね、バターが溶けて表面に絡めば OK です。あ、美味しそう。じゃあ盛り付けて食べちゃいましょう。はい、完成。ほんとね、パックの水煮タケノコもきっちりと下処理、下ごしらえをして調理すると美味しく召し上がれますんでね。ほんとリーズナブルで使い勝手抜群なんで、ぜひやってみてください。はい、そして私のおすすめは、まあ、このまま食べても美味しいんですが、じゃじゃーん、粉山椒。意外とね、バターと粉山椒の相性抜群なんで、パラパラパラーっと振りかけておいてください。あの、木の芽でもいいんですけど、やっぱ木の芽ってね、量少ない割にめちゃくちゃ高いんで、そんな時は粉山椒がおすすめ。はい、これでね、ちょっとシビからの刺激も加わった、タケノコのバター醤油焼き。ほんとパックのタケノコでも美味しいんで、ぜひ作ってみてください。それでは、キューム、ポーチャだきます。あか、うまい。しっかり余分な水分を飛ばしてるんで、コリッコリ。うまっ。パックタケノコ独特のね、嫌な酸味や臭みが全部抜けてね、本当に美味しい。このじっくりね、香ばしく焼くことで、食欲を刺激してくる風味も加わり、やっぱ最後、仕上げのバターが効いてる。マジで美味しい。うん、いやもうこれやったらね、安く買える水煮のタケノコで十分うまい。バター醤油はね、もう間違いなく鉄板で美味しいんで、しかも根元の方も豪快にかぶりつこう。うん、うまい。やっぱりね、この湯がきたけのちょっと熱々のものに下味つけてるんで、中までぐっとね、素早く味が染みるんで、本当におすすめです。あ、マジで食い応えあるわ。うまっ。山椒も効いてて最高やん。これは絶対におつまみに抜群。はい、ということで、黄色と白のやつ。あー、うまい。バター醤油とビールは最高。やっぱり表面がね、香ばしく焼き焦げたこの風味はね、マジで食欲刺激してくる。一口食べたらね、また次食べたくなるんでね。あー、あかんわ。止まらんな。いや、確かにね、生のタケノコを湯がいてアク抜きして作っていただいても美味しいね。それも間違いないです。
ただ大変じゃないですか。もうパパッとね、ちゃちゃっと料理したい時に、ほんと使い勝手抜群なんで、この真空パックされた水煮のタケノコね、ストックもできますし、おすすめですよ。まあ今回はね、ステーキ風に香ばしく焼き上げましたけど、炒め物とかね、もうタケノコご飯とかにするぐらいやったら、水煮のあのパックのタケノコで十分美味しいので、ぜひね、活用してください。ちょっとでもね、毎日のご飯楽しちゃいましょう。うますぎ。